テレ朝動画皆さんこんばんは梅田彩香です今週も始まりましたよろしくお願いいたしますということで今週も滝川さんがお休みということで始めていきたいと思います今日は5月16日ですね5月も半分過ぎてしまいました 今日は一人で MC なので私の話になるんですけども私の最近のお仕事事情は、えー、今日はあの収録をこの分はしておりますので実質は5月9日にとってはいるんですけども、はい、<laughs> 放送は5月16で私はその日何してるかと言いますとちょうどですね私は5月18日から舞台が始まるんですけどもその2日前ということで多分なんか大体本番の2日前とかになると劇場に入る で、なんか場当たり、本番と本番のその場所を使って。 朝から夜までやってみたいなテクニカルなチェックをして音響のチェックをしてネプロとかもしてみたいな感じで今の時間はちょっと頑張っているんじゃないかなと思われます皆さんぜひミュージカル「ピエタ」5月18日から俳優座でありますのでぜひ見に来ていただければと思っておりますということで一人なのでもうう MC 終わりましょう <laughs> <laughs> それでは今日も始めていきましょう恋する会この番組は毎回会に関するゲストをお迎えしてトークしておりますそしてテレア 皆さんの動画サービス買い語りはですねロガールの買を扱うブランドですツイッター DM で皆さんメッセージ募集中ですので皆さんぜひぜひメッセージ送ってくださいそして買い語りの兄弟番組としてあなたのまだまだ知らない世界毎週水曜日20時から配信中ですよろしくお願いいたしますそして昨年夏に開催されたテレビ朝日六本木フェスサマーステーションで行われた六本木階談フェスがロガールでボリューム8まで配信されております 月が990円で見放題なのでもう一度見たい方はぜひ会員登録よろしくお願いいたします私も滝川さんも出ておりますそれでは本日のゲストをご紹介したいと思います前回に引き続き怪談師のねひさとさんですよろしくお願いいたします木根久人ですよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししますありがとうございます今週も楽しみです、はい、今日は木根さんの,あのプレゼンツの話が聞けるということで、はい、どんなのか私本当にこれ毎回ゲストの方のやつ知らないので、はい、初見の もうリアクションなんですよ。ううはい、だからワクワクが止まりません。どんな話をしていただけるのか。いね、はい。え、木下さん前回いかがでしたか。 はい、前回、あ、すごい楽しかったですね。初めてと思えないぐらい話が。確かに。回ってない時も話しました。そうなってるかどうかわかんないですけど。確かに。いろんな話しましたよね。ということで、今日初めての方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれないので。キネさんのパーソナル情報を、先にお伝えしたいと思います。キネさんは、北海道生まれの岐阜育ちの怪談収集家。20代前半に、知人から聞いた、実は怪談に魅了され。怪談収集をはじめ、吉田裕紀さんに。 会談を提供を経て2020年から会会談談イベントに出演いたたししました会談現場の訪問ね先週もすごい話してましたもんねはい、はい、言ってましたもんねそれに体験者の取材は細かに行いながらラフな会談や語りを好む今注目の会談師さんでございます。ということでもう早速茂きねさんの話を聞きたいんですけども、はいはい、お願いしてもいいでしょうかじゃあ今日僕が,僕が嬉しい用意してきたのは<何>どうかな 何？えー、人形です。人形。なんか先週も人形の話しましたもんね。きね <laughs> さん人形好きなんですか？人形の話多いんですよ。えー、たまたま？きねさんの好きとかじゃなくて。あ、そうなんですね。はい、人形の話が今日はたくさん出てくる。はい、ここから四つお話が分かれるんですかね？ってことですかね。そ,そのテーマのタイトルもありますか？なんだろう。 え、なに?。え、なに?て。てんで。てんてんてん。バタバタ。浮気。誰も知らない。怖くないもう一番気になるのは浮気だけどねどいい。そう、人形で浮気ってあんまないですよね。いや、確かに、これは彼氏と見立ててとかなのかな、何なんだろう。怖。え、ちょっと一番気になる浮気から聞いていいですかやっぱ女子は浮気って気になるんです。浮気。浮気されたくもないしですね。<laughs> やっぱり。 僕そのあの語るときって A ちゃんっていうの好きなので、はい、全部 A ちゃんできますね、はい、別の子なんですけど、はい、まあ A ちゃんがあのちっちゃい頃にそに赤ちゃんの人形を買ってもらったんですってでそれで小学校の,あの高学年ぐらいまでずっとその赤ちゃんの人形と一緒に寝てたんですってでその人形っていうのがこう寝かせると目を閉じるみたいな人形赤ちゃんの人形で。 それとと一緒にずっと寝てるんで、まあ、その小学校高学年になっても一緒に寝てたと、うん、ただちっちゃい頃からずっとそれやってるんでだんだん,ここなん不具合が出てきて寝かせても閉じなかったりとか起き上げてもあの閉じたままとかあったんですってだけどその時に寝てもあの寝かせる時はこの寝かせて目開いた状態でも「おやすみ」ってう人間をこうやって寝かしてあげてたと、うん、その小学校高学年ぐらいの時にその人形と。 別れるっていうのがお父さんお母さんにテーマパーク連れてってもらってそこのテーマパークの,あの、まあ、とあるぬいぐるみを買ってもらったんですね、はい、まあまあの大きさの人形で人形とぬいぐるみで,でそのぬいぐるみと一緒に寝ようって今日から、ね、寝ようってなってクローゼットにその赤ちゃんの人形を突っ込んでおいたんですって、うん、でそのままその熊の人形と寝てて。 1> でそれからまあ1か月とかしたときに夜寝てて、まあ、何時ぐらいだったのかパって目覚ましたんですあまだ夜中だと思ってパってよく見たら赤ちゃんの人形寝てるんですでこっち見てるであ赤ちゃんの人形だとまあでもずっといた,いたんでいやでもおかしいってな,なるわけですよねクマの人形があぬいぐるみが、まあ、すい間違えちゃうなぬいぐるみがあるはずなんで、うん、うわーって っっって思ってて思たら、まあ、ぼやーってしたわけですよそしたらその赤ちゃんの人形の目がガッて開いてうわーってそこでえいちゃんびっくりして布団から飛び起きてお母さんの部屋に行って「怖い怖い怖い」って言って「なん何言ってるの?」なんか言いながらその日はお母さんの部屋で寝たんですって。で翌日その学校に行くだ服とかバッグとかは自分の部屋にあるから行かなきゃいけないんですでも「怖い怖い怖い」って言ってお母さんが一緒につ,れて、まあ、ついてきて。 その部屋に入るわけですよでガチャッて開けてあって見てみたらベッドの上に何もないんですクマのぬいぐるみもなければその赤ちゃんの人形もないわけですあ何だったんだろうってって思ってそのまま恐る恐るベッドに近づいてみたらいたってなったんですで足の裏見てみたら黒いプラスチックのボタンみたいなものであれこれ何だろうって 広げてみたら、部屋の片隅にそのクマのぬいぐるみが転がってた両目取れてた。<悪>その目だったんですよ。<悪>でクローゼットを開けて見てみたら、赤ちゃんの人形がそこにあった。最悪。<し>絶対、絶対赤ちゃんがやってるやん。ねですね。あ <laughs> れどうなんですかね。怖っやっぱ浮気したらダメですっていう教訓。 えでもまあ人形とか、うん、私物とかにも気持ちあるって思ってるタイプの人でんか物とかぶつけた時も「あごめんね」とか言うんですけど<や>人形とかなんて絶対,絶対気持ち宿るじゃないですか。宿りますねって思ったらその人形ちゃんもその。はい 悲しさとかがそのメンタマンを取るっていう声になってしまったんですね。はい、そうですね。やっぱその長い分っていうのはあるんでしょうね。まあそっかずっと毎日寝てたもんね。はいまあこれ今回の種明かしなんで4、四は全部まあ人形の話なんですよね。はい、で全部これ言っちゃうと赤ちゃんの人形鳴しです。えー、<で>なんで？そ赤ちゃん <laughs> なんで？それぐらい人形の話めちゃめちゃ多いんですよ。え、それはなんで多くなっちゃうんですか？わからないです。<laughs> ただ, <laughs> なんでだあのよく聞きますよ。 同じような話というか同じテーマだったりとかの話をなぜか集まるっていうのはすごく聞く。えやっぱ子供の時から大事にしてて思い、うん、が宿りやすいんですか確かに子供の時って人形にめっちゃ喋りかけてました。いやそ,まあ、それがあの正解みたいですよ。あーーあのーク教材みたいで<ー>その自,自我とかうんあと母性とかを。あああ その自分育てるために、やっぱそう、赤ちゃん人形ってのはあるみたいで、そりゃ。命宿るよね。ってそりゃそうですよね。なんか私がちっちゃい時、にずっと一緒に寝てた、豚の人形を思い出しました。おお、ブーちゃんっていう人形と。ブーちゃん大丈夫そうですね。僕何も知らないですけど。ブーちゃんはすごい、今多分おばあちゃん家にいると思う、ブーちゃん。はい。久しぶりに行ってあげて。はい、なんか。そうですね。すごい、そう。全部赤ちゃんの話なのか。 すごいですね全部ね1番目いきました怖かった1番目からいきますか次えーまあ、赤ちゃんって思ってみると怖いんだよな全部ええー、遊んでにしようかなやっぱ1番手に書いてますからね遊んではですねこれ、はい、A ちゃんがですねえー、っと中学生 あそこまで言ってなんか、ね、小学校、過去まあ、高学年のその,ぐらいの時だったと思うんですけどちっちゃい弟と、はい、あの遊んでてそて団地らしいんですよ、はい、で団地の真ん中にあの公園があってそこでお母さんと A ちゃんとちっちゃな弟が3人で遊んでいるとでそこで砂遊びになってでそのちっちゃいまあ弟なんでそこに水バーって入れて泥団子とかして遊んでた。うん そしたらもう3人がもう泥だらけになっちゃってそのまま夕方になったので帰りましょうって言って団地入るんですよそれでみんな3人と砂丸砂だらけなんでまあシャワー浴びましょうってことで3人でお風呂入ったんですよね。で最初はそのお母さんが表でそのシャワーバーってやってて弟と A ちゃんだけが湯船に入っている状態、うん。 そこでお母さん、シャワー浴びてるる時にバンバンボンボンボンバンっていう響き渡るみたいな音が聞こえるんいうんです、うん、浴室をどうやらやっぱ浴室の外から叩いてるみたいなことでえ何なんだろうってでも絶対にそこにいるわけでもう自分も3人とも裸なわけだから怖いじゃないですかただもうお母さんどうにかしなきゃなんないと思ったのか近くにあったデッキブラシみたいな。 掃除用具持ってバーンって開けたんですよ、うん、そしたら何にもなくて、うん、あれ何にもないってえいちょ見てこう見回してみたらお風呂場って、まあ、お風呂場があって脱衣所があってその真ん中にちょっとこう敷居というか高く、うん、なってるあるんですか、あそこに赤ちゃんの人形がバーンバーンってって平らあたりしちゃんです、うん、バってバンうわって。 A ちゃんと弟思ってそれからお母さんブワーって出ていってバーンって浴室閉めてそこで思いい出とか記憶がないんですって子供たちのそ,うですそれから A ちゃんもなんか変な夢だったんだろうなって思ってあの、まあ、最初の話みたいですけど大人になった時にお母さんに聞いてみたんですって、まあ、こういうあの記憶というか、まあ、夢だったと思うんだけど人形がお風呂場に入ってくる夢の記憶ってかあるんだけどって。 リビングでお母さんの話を見たらいやそんなこと私知らないわよって言ってそのまま、うん、あの料理も試食してくるわねって言っわーって言っちゃったんですただその奥の方で漫画雑誌を読んでた弟が「姉ちゃん俺その記憶ある?」言って「じゃあ何だったんだろう?」っていう話だ <laughs> からまず人形が自分で動いてるのマジ怖くないですか怖いですよね これ人形って言っちゃうとまあネタバラになっちゃうんですけどでもただまあインパクトがあるんでめちゃくちゃそうですね何、うん、な,んなんだろうお母さんは隠したいことになる、ね、そうなんですよだからそれはそれでなんでだしうんそこあすごくいい嬉しい嬉しい感想ですそう思う思よね一番気味悪いと思うそこが隠そうとしてるしでその兄弟も記憶がそこだけは共通してあるけども 赤ちゃんを見た後の記憶がないってところがな<い>でもお母さん消そうと思っても消せないじゃないですか子供たちの記憶ああ確かにって思ったらななななんでなな何,何が全部おかしいんだろうっていうのは聞いててすごい思いましたお母さんなんで隠したいんですか、ねまあ、もう一回聞いてみてくださいよって言ってる状態でも終わってる話、ね、えー、あ、ね、そのお子さんから聞いてってことですね姉、はいえー、ちゃんからお,お母さんに 聞いいてくださいよって<ー>もう一回聞いてくださいよって言ってる状態で、まあ、終わってるのでもう一回聞いたら何か出てくるかもしれない確かに大人になったからこそお母さんが子どもたちに言えるってこともありますもんね、はいはい、なんでなんだろう隠したいことがあったのか何歳からになってからなのか、うん、ちょっと怖い遊んであ確かに遊んでって言ってるのかもしれないですねお風呂入りたいってこういう感じでタイブしてる 2> え怖いわ2話目ありがとうございます、はい 行っちゃいますか、はい、次。どんどん行きますか。じゃあ行っちゃいましょうか。えー、じゃあバタバタで。バタバタで、バタバタでえっ、ー、とバタバタはですね、まあまた同じようなシチュエーションなんですけど、え、はい、A ちゃんがですね、えー、今も結構しっかりものというか、うん、元職場の先輩なんですけど、うん、えきねさんの,の方から聞いた話で、その方がもう小学生の頃、高学年だったかなこれも。 すごくしっかり者でまたこれまたちっちゃい弟がいるんですって、はいはい、でその弟の面倒を見なさいみたいな感じでその二人部屋だったんですって大きいベッドでその弟とそのエイちゃん二人で寝てたと、うん、で何時ぐらいなのか、うん、また同じように夜中目覚めるんです、うん、あまだ真夜中だと思ってるんですけど光がずっと頭の方から伸びてて。うん というののがその頭の奥の方にドアがその部屋のドアがあって、うん、そこはドアが開いてるって言うんです、うん、おそらくそこから伸びてるで廊下はその夜トイレに行くために電気つけててあのそこから伸びてるんだ、まあ、誰かトイレでも行ったのかなと思って、うん、そしたらその光の真ん中に一本影があってでそれがなんか動いてるんですってでその影はずっとバーって見てるんです でその影がとこういういいに動て横に揺れながら手足をこうやってバタバタさせてる、うん、で弟がトイレ行ったんだと思って、うん、まあでも思ってパッて見たら弟いない、うん、うわっ弟いないってことは弟がバタバタやってるんだって思って、うん、ただおかしいじゃないですか。悪いんで ととりあえず行くかと思ってそのまま記憶ないんですってで気づいたら朝で,でそのまま弟よ隣で寝ててああなんまあ普通にトイレ行ったんだろうなって思って、まあ、起きて起きてって言ってそのまま A ちゃん弟を起こしてその部屋のドア見てみたら普通に閉まっててあまあまあやっぱり夢かあの時トイレ行ってただ弟が起きてトイレ行ったんだったら。 私気づくよなそしたうお母さんとお父さんとか気づいたのかなと思ってそのまま胴ノブに手をかけた時に違和感があったんですって。えー、でガチャってやって開けた時にドサッてなんか落ちて見てみたら赤ちゃんの人形だったんです、うん、でおそらくド胴ノブの向こう側に赤ちゃんの人形がこうしかみつくような形で引っかかってたんじゃないかっていう、えー、まあそんなような落ち方だったっていう話。<laughs> も <laughs> すごいで、まあ、弟君んなんで <laughs>、はい、その赤ちゃんの人形を持っていくっていうのもおかしいしそうですね確かにもちろんお母さんもそんなことはしてない、えー、あとそのバタバタしているっていうのも夢だったのかもしれないですけど、うん、なんかそのさっき話しようなリンクがあるのも思ったんですけど記憶がなくなるって何なななんですかね、うん、記憶がなくなるのもそうですし変わるとかはいそうさせられてしまう。 っていう状況になるんですかね。消させられてしまうのか、見ちゃいけないもの見ちゃったからそうなっちゃうのか。えー。今回ま人形なんで話さないですけど、本当そういう話あるんですよね。えー。うん。そういう話とは、そういう話まあ関係ないです。ざっくり感じますね。心霊スポット行ったんですって、四人とかで。それで配慮館で入って行って、忍び込んで。 わーっと一階から二階ずっと見ていくんですよ一人屋に一部屋で,、はい、でそしてその部屋の中で一つバーって開けたときに奥になんかあってな、うんお何だろうって見てみたらベージュの塊がゴロンって置かれててなんだろうってゴミ袋なんかかなと思ってその四人行ってみたらベージュの作業着たおじさんの遺体だったえええ,えなんで でそれからあの警察呼んん、でもちろん最初は逃げようと思ったらしいんですけどでそのまま、えー、と警察呼んで警察バーパトカーはーって来て事情聴取ですよ。はい、でも一人ずつ別々のパトカー乗せられて別々の部屋で事情聴取されるみたいなう、まあ、そういう思い出があってでそれから、えーとまあ、大人になって数年間経って話してみたら。 そんな記憶全くないっていう子がいたりとかもう一人の記憶っていうのが、えー、とその部屋入ってベージュの塊は同じなんですよ、うん、だけど見てるものっていうのがそのベージュの毛布で中にグレーのスーツを着た女の遺体だったっていう記憶が性別変わってる性別変わってるなんであ,とあまりにショックだと変わっちゃうのかなとか<ー>これは階段とはまた別なのかもしれないですけど 精神状況とか、うん、その時はショックすぎてってことですね、うん、えー、なんでなんだろうよりその人形遊びってまあね、はい、幼少期にするものなんで、うんえー、最後誰も知らないこれ何ですか最後のこのこ,のこ,のこ,れ,これは何か関係ありますああああそのそこのやつはうまあ、く残してくださいましたね マジいいですね。れてますねってことはそれは人形さんってことですかこは短い話なんですけどまあこ,、まあ、この3話のうちのどれかをはいとあるまあ美容師さんに話したかったんですよ髪切って最中に。はい、でそれで階段を集めるその手段の一つとしてまずこっちが話して、うん、そしたらその思い出してくるっていう方法があって、はい、まあどれかしたんですよね。 そしたらあ人形だったらありますって言い出してうん、うん、えどんな話ですかっていうのが、まあその A, まあ、A 君としましょう、はい、A 君のお母さんの体験談だとうん、うん、その体験談んていうのがお母さんがちっちゃい時に押し入れの中の,あのお,おもちゃ箱の中のものを出そうと思った時に知らない人形が入ってて。うんうんで この人形もう誰か買ってくれたのかなって思ってでもちょっと気味が悪いんですってでそれからお母さんに聞いても「いや知らない知らない」ってで家族みんな知らないんですよだから気持ち悪いねって話になったんでお母さんがそしたらしいんですよねもんその後翌日おもちゃ箱にまた戻ってたらしくてそれからまたそのお母さん怖いんでその人形を持って公園で 裏山って林の中にバーンって投げたんですけど、はい、まあその翌々日とかに戻ってきて,る戻って,きてるうわすごいですねって多分と思ってると思うんですけどその人形ってまだあるんですかって聞いたらもうもその人形が怖いってよりも戻ってくるっていうことが怖くて怖その現象がこわ怖いかなってことで今も持ってますと。 あじゃあ僕引き取りますよって言ってすごいて、ね、事物も引き取るんですかね事 <laughs> 物かどうか分かるんですけど私そうかそう勝手に決めつけちゃダメだよな、うん、えあこういう人形ですあすごいなかなか見たことないタイプの人形ちゃんだ、はい、お洋服は着てないんです、ね、着てないですで僕最初着せようと思ったんですけど着ないままでずっと数年間数十年いたのか だとしたらこのままの方がいいのかなと思ってただなんかちょっと恥ずかしいんだったら僕も思っちゃうのでいつもこういうに出すんですけど日本で売ってる人形なのかああ、調べてみたらそうみたいですそうなんだでも結構昔のですよね結構昔だと思いますこの顔のキラキラの目の感じとかそうですよねそうですよね結構昔あ、すごい結構近めに持ってきてくださって衝撃 はい、えー、すごいキューピーちゃんとかではないけど<う>結構昔のタイプの、うん、これがえー、でも何回も投げて持ってっても戻ってきちゃうんだ、はい、戻ってきちゃうでもキネさんのとこに引き取られては <laughs> キネさん自身はどっかに言い方あれなんですけど、はい、置いてきたりとかで、はい、帰ってくるみたいなのはないんですか はないですね。あじゃあずっと持ち寄りか。あ一回じゃあ置いていきましょうか。失礼です。一 <laughs> 回またあと渡してみて戻ってきたら、ねいいいい。いやいや結構衝撃でも戻ってくるっていうの何なんだろう。<laughs> 戻ってくるってまあよく聞きますけどね。<laughs> はい。まあまあ気に入って。やっぱ動けんのかな人形って。何なんですかね。うーんそれどう思いますか。<laughs> 何なんだろう。気持ち入っちゃうとようトイストーリー現象ってことですか。<laughs> とかあとはあ夢壊れちゃう感じがありますけど、はい、自分で持って帰ってきてる可能性はありますよねそれはそれでまた怖いと、はい、自分で無遊病ならぬ、はい、自分で持って帰ってるパターンですね確かにそうかうあると思いますえ木、ー、根さんこの人形ちゃんをお家に置かれて、はい 一緒に過ごされて、変わったこととか別にないですか？ないですね。結構引き取ることも多いんですか？これぐらいです。あ、そうなんだ。今のところ。すごい。わくつきのものって、あとは心霊写真とかは。え、それはそのお話聞いた方にいただいたりとか。そうです。まあ今回持ってきてないんであれですけど、心霊写真もねいろいろあって。 気味悪いなと思いますね。そのバックグラウンドとか聞くと、とたその話だけでもボーンって聞くと、はい、あそっかぐらいですけど、やっぱその人となりとか知ってたりとか、<ー>僕が言っても今、まあ、意味ないですけど、うん、この人だったら加工できないなとか、本当にあったんだなってふうに思うと、う僕は信じるじゃないですか。確かにそうですね。でそこで話に乗るんで、はい、その気持ちが。 人形だけでも、こんなにあるんですね、お話って。もっとありますよ、本当は。すごいで、今回、赤ちゃんにし、あの、絞ってたじゃないですか。はいはい、赤ちゃんの話って、やっぱ多いもんなんですか、人形にしても。いろんな人形タイプってあるじゃないですか。うん、でも、やっぱ、その赤ちゃんっていうのは、子供の時に知ってるのが多いから、多くなってきちゃうんですかね。うん、何なんだろうと思って。その話って、本当、いろいろ怪談聞いてらっしゃるんだなと思ったのが。<laughs> い まあもちろん分母は多いにしても、実はこの四、うん、あ三つか、三、はい、つの話は全部同じメーカーの人形なんです。えええ,え、なんで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 鳥肌、なんでそこ同じところから出してる人形ってことですか。すごいいいパス出します、ね。<laughs> すごい<う>。すごいパス。あ作ってなくて本当にそうなんですよ。えそのも,もちろん分母が有名な<え>まあとあるブランドメーカーのまあみんな意外と知ってるところ。はいはい。 ヒントは1枚あったんでたまわかると思うんですけどあれかなと思っちゃってる、うん、今頭の中に出てるやつえなんでですかなんでそこの会社多いんだろうただ、まあ、ネットで調べてみると都市伝説的にいろいろ話があるんですよ、うんまあ、そういう話返ってくる系もあったしあとはなんだっけな作った人のこれでも行っちゃうと縛らないからや,めやめますすそうで確に会社名とか出ちゃうといろいろまずいですよね。 あでもこれ3つ一緒って結構衝撃かも、はい、それは僕もそうでしたすです、ね、ま,また次も次も次も,、えー、も半年ぐらいだったんですよね、えー、これ集まったなんかもう作ってる方に何かあるかしか考えられないぐらい不思議な話ですねえちょっと衝撃だったかもなかなかないですね面白かった死人形も持ってきてくださって、はい、ありがとうございます結構衝撃な 確か,ん確かにキネさんをあ確かにキネあの先週話してたキネさんが二十代前半の時にあの友人の、はい、知人の話の、はい、実話会談を聞いて、はい、あいいなって思ったという話したじゃないですかはい、はい、そのお話覚えてるって先週言ってたんですけどそのお話、はい、お話ししていただくことって可能だったりしますか大丈夫ですその話でだってねキネさんいろいろ気持ち高まりましたもんね。 ただこの話あのカットしていただいていいんですけどなんかえとあるんですあその友人の知人じゃなくて知人の人の友人ってことですよね。はいはい、なので他の怪談師さんが語ってる可能性があるあ,あ,あるみたいなんですけどあ<ー>まあその話っていうのが、まあ、当時付き合ってたその、まあ、A ちゃんしましょう、はい、A ちゃんって子が。 高校生の時にす、うん、すごい久しぶり話すなあの高校生の時にテスト週間で3時間とか早く終わるじゃないですか、はい、でカラオケボックス行ったんですって、うん、友人4人で,、はい、で歌っててもしその一巡したぐらいでそのカラオケボックスのドアがガンガンってノックされてあ歌いながらノックされたと思うわけですよ。でも誰も入ったが来なくて っってななんかか当たったのかなそれからまたずっと歌っててそしたらもうすぐぐらいにまたガンガンでノックされて「あノックされたよね」でもそのこう窓になってるんですよガラス窓になってて「誰もいなかった」って言ってるんですよねその見る位置の人は何なんだろうねって言ってそれからまたドーンドーンってノックされてみんなバッて4人に一斉に見るんですけど誰もいないんです でも多分隣の部屋の人がいたずらしてんじゃないかと<ー>でまず内線入れて、まあ、そうノックされてるけどスタッフさんですかと「まあ、違います」と「じゃあ周りの人が多分いたずらされてるんですけど」って言って「ちょっと監視カメラ見てみますね」って言われて、まあ、それぐらいの対応だったんですよ。じゃあまあ大丈夫なのかなって思ってただ悔しいんでその4人のうちの1人の子が。 その当時パカパカの携帯でそれをこう立てかけて動画モードにしてドアのところに向けてたんですってそれで向けた状態で歌い始めてそれから一巡して二巡して1時間ぐらい普通に歌ってるんですってですっかりそのことを忘れてて2時間ぐらいした時にまたゴンゴンってノックされてあっって見て。 そうするとそのドアに一番近かったあの友人がそのままバーンってドア開けて見て誰もいないと私とトイレの方まで見てくれって言って廊下の奥の方までわー出してたんですでそれからわーって見ても誰もいなかったって,思って戻ってきてあ,あそうなんだあでもまあとりあえず気にしないでいいよって、うん、歌い続けようよって言ってもうのくせに禁止しないで行こうってでそれからそのままカラオケボックスにまた戻って歌って。 でそれからそのフリータイムだったんで時間経ったんでそのままカラオケボックスを出るとただそれからもうまだ話した,りた足りないとなったんでそのカラオケボックスと駅の間の川沿いみたいなところで4人でこう座って話して、うんでまあ、好きな人の話とか彼氏の話をわーってしてて、うん、そんな時にあそういえばさっき動画撮ってたじゃんって,ってあれ見てみようよな,なんとなく思い出して。 見ててみたんつってでっそのままずっと見ててずっとそのままドアがガラスのドアがわーってあってものもうこのぐらいの時間かなぐらいのところまでこう早送りしてじ4人で見てみた時にゴンゴンってノックされてそのカラークリックスのドアがドーンドーンって動くんですあ動いてるねてノックされてるわだけどガラスには映ってないね何なんだろうって。 乗ってそれからまあ間もなくすぐに友人がガーンってカラオケボックスのドアを開けて出ていくわけですよで重いカラオケボックスの扉がゆっくり閉まるんですけど閉まる直前で男の人と女の人の顔がガンガンって出てきて怖っ最初男が出てきて <laughs> 女が出てきたんですって、うん、で女の髪が男の顔にこうかかってる絵がすっごく気味が悪くてバーッてその毛糸投げて。うん すぐに消したっていう話を聞いて、うーわ怖っと思ったんです。怖<っ>。でしかもそのカラオケーボックス、僕も行ったことある。へえ<ー>。カラオケーボックスだったんです。その部屋は入ったことはあるとかじゃない、えー、っとないです。そのボ,ボ,ロボ,ロボ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 ロで、はい確かもっと配慮感かなんかのところで二階しかないんですよ。多分客室を改装したんでしょうね。うで一階はゲームセンターになってて。 そこ今もカラオケボックスなんですごい綺麗になってるしたのか当時はすっごいボロボロだったんです、えー、それそれそれを223、はい、22ぐらいの時聞いたんですよね聞いたシチュエーションが、まあ、当時の彼女だったんで昼、はい、ぐらいに会って、うん、でまあ 仲良くしててイチャイチャしててまさかのイチャイチャ恋する回です女の子を腕枕して寝てたんですよめちゃくちゃイチャイチャしてる寝ててパって起きた時にもう薄暗くなっててもちろん電気とかつけてないんでカーテンからこう入ってくる薄暗い光だけなんですよねなんか気気味悪いなと思ってパってその彼女の本を見てみたら起きてて ね普通にそのまま,まあピロトークというか話して、はいはい、ピロトークして、はい、でもすごい気味悪いなってのずっとあったんですよ<ー>ねもちろんその時からあの怖い話好きだったんで,、はい、でもそういう話あるって聞いた時にしてくれたんです、はい、そのシチュエーション込みで怖かったへえーうん、何なんだろうその薄暗いのは単純に夜遅くなってきたからとかではなくてってことですかえっとこれは、はい たまに自分でも感じるんですけど、はい、イベントとかで自分が語ったりとか、まあ、共演者の人が語った時にガラッと雰囲気変わるる時あるんですよそれはその<な>お客さんの反応とかじゃなくてってことですか、うん、話した瞬間にではなくて説明がつかない、はい、これ吉田由紀さんもよくおっしゃってるんですけど<ー>その空間が変わる時があるんですよ。へなにそれそ話ががどうこうことかか説明がつかな 状態でガラッと変わった時あるんです。本当に出てくるかもみたいな。ああ、え、ちょっと張り詰めた空気になるみたいな。え、それをその時に感じたってことですね,ね。はい。あの感覚を本当求めているのはありますね。は<ー>ああ、の前回お話しした、はい、あの後者の話、後者の人形の話も、はい、えっと幽霊出ない話でもいいんだね。 の状態で怖っって思ったんですよ僕ですなぜかも確かに出てきてないですもんねだからそのわ変わるんですよね怖い話って別に会の,の話しなくても,、うん、でも不穏なな感じになるんですよ、はい、空気がガラッと変わる瞬間、はいはい、あれってでも確かに説明つかないですもんね説明つかないですねもちろんその怪談師さんだったら語る時の間だったりとか怖いのとかあるけどもってことか、うん どんどんはそのカップルの頭のどんどんだったんですね。うどういうことなのかな男と女で髪がかかっているというのがすごい生々しかった私も怖って言っちゃった階段中に。え怖いでも実際にその桐出さんが昔付き合っていた彼女さんが体験した話ってことですもんね。はい怖い,怖い話を聞かせていただきました。 友人さんのね知人の話もありがとうございます。たくさん今日は聞かせていただきました。ありがとうございます。あの人形ちゃんも持ってきていただき、一緒に帰るんですか一緒に帰ります。素晴らしい。ありがとうね。ちなみに人形ちゃんはどこに置かれてるんですかうちの。あの普通にえっとダイニングテーブルの真ん中置いてます。すごい。主役じゃないですか。主役。中心じゃん。ドライフラワーの横に置いてます。やすごい。 本当この状態で置いてます,、ね、す,すドライフラワーを置いてるパターンの家ですねおしゃれですね,すねありがとうございます、はい、ということでお時間になってしまいましたが、はい、木根さん本日はいかがだったでしょうかいや今日も楽しかったですこんなね階談話がいろいろ出るのも <laughs> <に> ねなかなかないですし、しかもねあのリクエストにも応えられてよかったです嬉しいです。急なリクエストだったら本当にありがとうございます何くるかなと思いましたけどドキドキしますよね。大変申し訳ない。ありがとうございます時に見ていただけたらもちろんです。きねさんから告知があればお願いいたしますはい、えっと、階段の根っこという YouTube チャンネルをやっておりますあとは各種 SNS やってますのでぜひ登録、フォローお願いしますよろしくお願いいたしますということで私の総括ははいえ やっぱりタメじゃないですかそうですねすごいフランクにいけましたよねあと三話ぐらい話せましたね三話ぐらい行けてしたらだんだんタメごいけたんじゃないですか僕のレパートリーの人形を描いたら全部いけたんじゃないかすごいだって他にはまだいっぱい人形なんならこれも人形です前回も人形でしたよね確かに確かにそうそそううだったえそれにこの人形ここ同じ会社だったじゃないですかこの会社のやつもっと他にありますか この会社、あ、三つだけです、一店も。いつも出てるってすごいっす、ねうん、ですね。でも、ネットで見ても、いろんな話出てるってことですよね。はいはい あとキネさんだけでも見積もってんだもんそれが私今日は一番取り方が立ちました<ー>テンション上がりましたはい、はい、<laughs> ということで来週はですね、はい、5月23日火曜日の生配信は休止になりまして、はい、次回の配信は5月30日火曜日の2時20時2時より配信予定でございます皆さんぜひぜひ見てくださいそれでは最後にお祓いをしましょういきますせーの今週もありがとうございました来週もよろしくお願いしますそれではまた次回の恋する会でお会いしましょう皆さんさようなら Bye bye.